パティ・シーハンはバーモント州ミドルバリー出身のアメリカ合衆国の女子プロゴルファー。1980年からルプがツアーに参戦し、メジャー6大会を含む通算35勝を挙げている。シーハンは1972年から1974年にかけて、 ネバダ高校選手権に3連勝し、1975年から1978年までネバダ州アマチュア大会で連覇し、1977年と78年にカリフォルニア女子アマチュア大会で2連勝している。1979年の全米女子アマチュアゴルフ選手権で2位となり、1980年には大学女子競技スポーツ連盟の全国大会で個人優勝を果たした。 1980年、カーティスカップアメリカチームのメンバーとして全勝した。彼女はネバダ大学リノコート3のゼ州立大学に通った。1980年にプロに転校し、ループがツアーに参戦。1981年にマツダジャパンクラシックで初優勝を飾り、同年のループがルーキー・オブ・ザ・ヤーに選出された。1980年代を通じて、 強豪選手として活躍し、1983年と1984年には4勝ずつ上げ、メジャー大会の全米女子、プロゴルフ選手権2に連勝した。1983年は、ルプがプレイヤー・オブ・ザ・イヤーも獲得している。1987年には、スポーツ・イラストレーテッドが選ぶスポーツマン・オブ・ザ・イヤーの一人となった。 C 班の1990年代は1990年の年間5勝という成績から始まった。1992年と1994年の全米女子オープンで優勝し、1993年の全米女子プロゴルフ選手権を制し、1996年のナビスコダイのショア大会に勝利した。これが彼女のルプがツアーにおける最後の優勝となった。 通算30勝目を挙げた1993年に世界ゴルフ伝堂入りを果たしている。1982年から1993年まで常にルプが賞金ランキングの上位10位以内に入った。シーハンはレズビアンであることを公表した。初めてのルプがプレイヤーである。シーハンとパートナーのレベッカ・ガストンには二人の養子がいる。通算35勝。太字は メジャートーナメント大会。同大会が、ルップがツアーに組み込まれる、以前の優勝である。現在 ANA インスピレーションとして知られている。このトーナメントは1999年まで、ナビスコ大なショア大会であった。2000年にナビスコ選手権になり、2015年に、現在の名称となった。全英女子オープンは2001年からデュモーリエ。 クラシックの代わりにループがメジャー大会に昇格した。LA イコールロー DNP イコール出場せず、カットイコール予選落ち WD イコール危険、DQ イコール出場資格なし、イコールメジャー大会ではなかった、T イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーン値は優勝、黄色値はトップ10位を表している。ありがとうございます。